はい、どうも皆さんこんばんは、モシンです。今日はですね、仮想通貨のビットコインとイーサリアムと XRP ですね、いつものように3通貨見ていきたいと思います。今日が2020年の11月の1日ということで、今日からですね、11月が始まったということで、あと2ヶ月ですね、2020年、本当に早いですね。しっかりねスピードアップさせて、まだ終わってないタスクをですねどんどん片付けていきたいなと思っているんですけれども、今日はですね、まあ、ビットコインがですね、まあ、上げきれていない状況にあるということで、まあ、僕的にはですね今からねまだまだ期待できるとは思うんですけれども、ちょっとここ終わられちゃまずいよとというところをですね、ちょっと今日はねご紹介していこうかなと思っています。やっぱり注目なのは2019年の最高値をですね今、チャレンジしてレジスタンスされているっていう状況ですね、調整されているとそこを抜けきれていないっていう状況なんですけれども、まあ、2019年の高値というからには2019年もそこを高値としてですね、1万3800ドルを高値として下落に転じたっていう動きがあったわけですよね。今から下落に転じる時っていうのはどういう風な動きをするのかっていう部分をですね、2019年の動きと絡めながらお伝えしていこうかなと思っています。かなりねこれ今日は踏み込んだね重要なお話になると思いますので、ぜひね最後まで、動画をご視聴いただけたらと思います。で、動画に入る前にですね、1点だけお知らせさせてください。ここ最近ですね、まあ、仮想通貨市場盛り上がってきておりまして、ビットコインがね特に上がっている状況があるんですけれども、初心者の方がですね、僕のトレードスクール学んでいただくことが結構ね多くなってきております。で、海外取引所おすすめどこですかっていう質問がですね、結構来ているんですけれども、初心者の方に間違いなくおすすめしたいのはオーバービットさんですね。はい、以前からおすすめさせていただいておりまして、まあ、100倍レバレージでお衣装なしっていうね、通常の海外取引所が持つですね、絶対的なメリットはもちろんのことですね、デモトレードができるっていうところが非常にメリットになっております。操作画面もね元から分かりやすいんですけれども、まあ、それに加えて、デモトレードで練習して、そこからですね本トレードに移行していくことができるっていうね、これ素晴らしいメリット、他にはないねメリットだと思っております。で、オーバービットさんと僕でねタイプさせていただいて、僕のですねリンクから登録いただいた方はですねボーナスが、特別なボーナスがね入るようになっております。まあ気になる方はですね、以下の概要欄からチェックしてみてください。それからまあちょっと経験があるっていう方はですね、間違いなくお勧めしたいのは FXGT さんですね。こちらは500倍レバレッジですね、お衣装なしということで、今ですね11月3日まで、特別な入金キャンペーンやっています。まあもしね、MT4 とか MT5 とかね使ったことあって、仮想通貨もやってみたいっていう方がいらっしゃいましたらですね、ぜひ以下のリンク、まあ FXGT さんともですね僕タイアップさせていただいてて、特別なボーナスをですねいただけるように設定していただいてますので、以下のリンクからですねチェックしていただければというふうに思います。はい、それではですねチャート分析の方入っていきたいと思います。はい、それではですねやっていきましょう。まずはですねビットコインの相場分析からやっていきたいと思います。今が19時52分で、今のですねビットコインの価格が13,750ドル、日本円でいうと144万円ぐらいのところを推移しております。まあ、ビットコインですね、ここをですね2020年の10月の31日昨日のですね17時から一気にね、上昇したんですけども、14,100ぐらいまで行ったところで、調整が入ってですね、まあ戻ってきたと。ただ思ったよりも強い下落になっていないというところがやっぱりねこの底堅さじゃないかなと思っています。かなり市場心理としてはですね買い支えというか、まあ、上昇にね、期待されているというのは今のねもうこの価格上昇でもわかるかなと思っています。で、今日はねもうシンプルにね、まあ、一番理想的なシナリオとダメなシナリオ、この2つだけですね、押さえていただきたいので、この2つに絞ってですねご紹介していきたいと思います。まずいいシナリオ、まあ、2つねシナリオ考えられるんですけども、単純に今からねこの13,800ドルを抜けていく場合と、一旦ですね調整されて13,100ドルまで落ちるっていうパターン、この2つかなと、まあ、思っています。まあ、直近のところを見るとですね、ここの13,800ドルと、下がですね13,100ドルということで、この中でですね推移しておりますので、まあ、このまま抜けていくか下に落ちるかっていうどっちかかなというというふうにね、これはまあ当たり前のように見れると思うんですね。で、狙っていきたいポイント、僕が狙っているポイントとしてはここですね、13,600ぐらいの水平線で、この辺りまでストンとこう落ちてくるような値動きがあれば、まあ、今からねもうロングに入っていこうかなと思っているんですけども、分割してですね、1分割目入って、押したところで2分割目入って、ここの抜けを期待していくというような戦略ですね。まあ、これ以降はですね水平線がね16,000ぐらいのところまで引けないので、まあ、そこはですねプロフィットで、まあ、利益額でですね逃げていこうかなと思っているような戦略ですね。これが一つ目の戦略になっております。まあ、短期の移動平均線がですね下に控えていますよね。で、中期の移動平均線も下に控えているんですよ。直近のところを見ると、どちらかというとこの中期の移動平均線 50MA でサポートされているような実績がですね結構見られるということで、まあ、ここの中期の移動平均線を損切りラインに設定して、まあ、この辺りまで、ね、戻してももう一発入って、上を狙っていくような戦略ですね。はい、これがまあ一つ目の戦略として今ね僕が狙っているところになります。まあ、当然ですけども、これ状況を見ながらですね、ロットコントロールとか、あとは保有時間とかね調整しないといけないんですけれども、やはりもう短期の移動平均線にですねタッチしてからの反発っていうところはですね直近見
られています。まあ中期も見られていますので、やはりここの2本のですね移動平均線起点とした、戦略構築っていうのはですね必須になってくるんじゃないかなと思っています。でもう一つのシナリオなんですけれども、2019年の時のですね値動きをちょっと見ていただきたいんですけれども、はい、こちらですね、2019年に関してはここでですね高値6月27日に高値つけて、2回目につけたのがですね7月の11日、2回チャレンジしたんですけど、まあ落ちてきて、そこからですねもう上に行けることができなかったと、だんだんね切り下げていったという風な値動きですよね。やはりねこれ高値つけて2回目が上げきれなかったところですね、ここがもう2019年の時にはですねこれ大注目のまあポイントだったわけですよね。あの以前昨日の動画でも言いましたけども、ここのヒゲ高値をですねやっぱり2回目で超えることができなかったっていう相場がまあ全てになるわけですよ。ここで転換されるっていう形がですねしっかり決まっているわけですね。まあ当然あの後からなので言えるわけですけれども、当時はねあのまだまだ行くんじゃないかと、一旦落ちてもまだまだここの3回目行くんじゃないかっていう風な期待もあったんですけども、勝負はここで決まっていたっていうのが2019年の相場だったわけですね。でポイントは高値つけてからの安値ですよ、底値ですね。結局このあたりのですねラインちょっとねあのいろいろ入り乱れていて、分かりにくいかもしれませんけれども、このあたりまで落ちてきたのがやっぱりねあのダメだったわけですよ。ここまで落ちてきた相場を上げるのってめちゃくちゃ力がいるんですよね。でそこのラインを割られた後に大暴落につながるっていう、これはいつものパターンなんですよ。2020年のですね今年の8月にかけて起きた値動き、ちょっとここもね、見ていきたいんですけれども、ここですよね、今の相場かなり似てませんかね。ここ似てますよね。どんどんこう高値をね更新していって、ここで最高値つけるんですね。8月の18日、高値をつけたんですけれども、戻してしまうわけですよ。ここまで下げてしまうわけですね。ここまで下げてしまうと、まあ、次に行こうとしてもですねなかなか上にはいけないと。特にこの時はここの水平線効いていましたので、行けずにここを割ってですね下落してくる、まあ、暴落につながるというふうな値動きですね。ここに、注意しないといけないわけですよ。じゃあ今からの相場見ていくときにどうなるかというと、ここの高値は更新しているので、2019年よりも今がね、まだまだこう力があるっていうところはですね、ここのチャートでお分かりになるかなと思います。2019年の時とは全然状況が違うっていうところはですね、一つ覚えておいてください。まだまだね、力はあります。ただ2020年の8月ですよね、つい2、3ヶ月前の値動きとかなりね、酷似しているっていう部分に関しては、しっかりね、注意しておかないといけないと。で、直近のところを見るとですね、ここまで下がったときに、ロングに入っていくっていう戦略をね一つのシナリオの1としてですねご紹介しました。でそこからロングに入っていくってこういうね、ところを想定しているんですけれども、一方でこれがですねここまで落ちてきてしまった場合はもう全くですね話が変わってくると。ここのラインはですねかなり効いています。13,100ドルですね、相当意識されていますので、まあ買いが入るでしょうというところは予想できるんですけども、じゃあここから伸びていく相場がここの直近高値をですね更新していく可能性っていうのは極めて低いと僕は思っています。これがね相場で結構起こるんですよね。まあこういったところもそうですよ、高値つけて、一旦ネックラインまで戻ったところからですねここを更新していくような値動きっていうのはなかなか見ることができないんですよね。そういったところからやはりねこれ三尊天井というところがね意識されて、一気にここから落ちると。で1万2000ドルとかねそのあたりまで落ちるっていう風な展開、これがね結構可能性としては高いと思っています。したがって一番ポイントになってくるのが今のポイントから、少し下げたところのこの辺のポイントですね。非常に怖いポイントです。ただここでねしっかり損切りラインとして設定した上でですね、まあここもう一段ね下でもいいです。それはね皆さんの戦略でいいんですけれども、しっかりね戦略構築した上でロング入っていくんですけれども、ここまで戻された場合、1万3100ドルまで戻された場合は一旦ノーポジに落としてですね相場のトレンドが出るまでねしっかり待っていくっていうことが大事かなと思っています。ここまで戻された場合ですね、完全にレンジ相場ですよね。はい、ここまでこう安値を切り上げているわけですけれども、ここのトレンドラインを下に抜いて、落ちてくるということは一旦レンジになるということを意味します。したがって先ほど言った通りここのですね13,800、ちょっと見えにくいですね、このラインとここのラインの中でですね、この間の中で、レンジ相場を築くと思うんですけれども、やはりね、こう、次ね、上がって落ちた時には三尊天井が意識されて、危険な相場になってくるっていう風な、まあ、シナリオですね。ここは結構ね、可能性あると思いますので、しっかり上に狙っていくパターンと、下に落ちていくパターン、両方イメージしてですね、どこで逃げないといけないかっていうところをしっかりね、頭の中で置きながら、それも戦略に組み込みながらですね、やっていただければというふうに思います。あ、ちなみにデコボードを見ておくと13,800から900というところですね、かなり売り板熱くなってきてますね。まあ買い板も入っていますけれども、まあ売りの方がねちょっと若干優勢かなというところで、まあロングに入っていくんですけどもね、直近の値動きを見ながら、まあ、臨機応変にね対応していかないといけないかなというふうに思っているところです。僕は超えていくと思っていますよ。13,800ドルですね、はい、超えていって、ロングね、この僕が入るロング戦略が決まるというふうに当然信じているんですけれども、一方でこういうね
次の展開もしっかり、イメージしておかないといけないということですね。はい、ぜひね参考にしていただければというふうに思います。続きましてイーサリアムを見ていきたいと思います。はい、こちらイーサリアムですね。今の価格が388ドル、日本円で言うと4万700円ぐらいのところを推移している状況です。ですね、イーサリアムなんですけれども、こちらはですね、まあ以前から言っている通り、ここの下落トレンドラインですね、意識されているっていうのはまあ皆さんご存知かなと思っています。こういうラインですね。でそういった中で、短期中期長期の移動平均線すべて上にあったという状況だったんですけれども、まあここからのですね反発で、短期の移動平均線をサポートラインに変えようとしていると。で長期の移動平均線に今レジスタンされていますけれども、ここを抜けれるかどうか、まあここのラインにですね、390ドル付近のこの水平線がかぶさっていますので、結構ね上を重い展開にはなっているんですけれども、まあ通常であればですね、ここショート狙ってくるわけですよ。で今もねかなり狙われています。というのも、今日のですね夜中ですね、朝方に狙ってきたんですよね。で一旦下げたんですよ。ただねここのサポートライン、短期の移動平均線でサポートされて、結構ね底堅い展開を見せているんですね。そういったところからも今ねもうショートとしては絶好の入りポイントなんですよ。何にもかかわらず下げてきていないっていう状況を考えると、一旦これ上に行くんじゃないかなっていう風な予測も立てられるということですね。でここのトレンドライン抜けた後からね上昇に転じてくるということで、407ドルだったりとか、その上のですね、まあ、最高値420だったりとか、その上の水平線に行くと440ですね。この辺りまでの上昇が起きてもですね何ら不思議ではないかなと。でそういった中でここの MACD をですね見ていただくと、ゴールデンクロスが完成しています。 MACD がねこの、水色のラインなんですけれども、ゴールデンクロス完成しているということで、ここからですね上昇に向かっていく可能性も、まあこういうオシレーターの指標を見てもですね、一応示唆されているという状況になりますので、ここもですねさっきのビットコインと通じるところなんですけれども、ここを割られたら逃げないといけないかっていうのは当然ですね、大前提として初めに頭に置いていく必要があるかなと。まあそういった中でここの短期の移動平均線にサポートされている状況がありますので、こういったところからもうロングをね、仕掛けていって、しっかりねここの407だったりとか440ぐらいまでの、まあ、上昇を取っていくような戦略ですね。まあここの直近最高値でもいいですね、420でもいいですけれども、そういう戦略を立てて、でここを割られたら、この376ですね、ここを割られたらだいぶまずいですね。まあここまで行かずにでもですね、短期の移動平均線に今サポートされているんであれば、一旦そこを抜けたら、下に抜けたら、損切りしておいて、で落ちた後もですね、ここの376っていうところは引き続き意識されて、まあダブルボトムなんかになってくると。でそこからね上昇に向かっていく中で、ここのトレンドライン、下落のトレンドラインを抜けて戻したようなところがあれば、しっかりそこからですねロングに入っていって、もういったね407とかこのあたりまでの上昇を次の展開として狙っていくっていう風な考え方ですね。やっぱりね焦らずにトレードしていくっていうのはめちゃくちゃ大事ですね。もう焦ってですね一発で入ってしまったりとかするっていうのは一番最悪なパターンですね。やはり、冷静な心を持って、何分割かに分けてですね、それをエントリーポイントから損切りポイントでも追加していくと。で損切りポイント抜けたら損切りするっていう風な、いつも言っている、分割エントリーですね、そこをしっかりねやっていくだけでリスクかなり落ちますので、しっかりそのあたりはですね戦略構築する中でですね自分の意識として植え込んでいただければという風に思います。最後に XRP 見ていきたいと思います。はい、こちら XRP ですね、4時間足移しています。今の価格が、24セントということで、日本円で言うと25円をちょっと過ぎたようなところですね。そのあたりで推移しております。 XRP に関してはですね、昨日中期的にはかなり大注目だということをですね言った動画を撮っています。こちらもね合わせてご確認いただければと思うんですけども、まあ XRP ね4時間足で短期的なところを見ていくと、イーサリアムと結構似ていますよね。MACD 見るとですねゴールデンクロスを起こしているし、直近のところはですねこの短期の移動平均線にレジスタンス、完全にレジスタンスされているような状況があります。まあ、そういった中でですね、ここの上昇トレンドライン、この上昇トレンドラインっていうのはコロナショック以降ですねずっと続いている上昇トレンドラインで、4時間足レベルで見ると若干ねこれ線がずれていますけれども、これぐらいのですね誤差はもう許容範囲ということで、チャートによっても変わりますのでね。あと日足レベルで見ると結構ね頑張っているようなところが見れるので、目線を変えながらですね見ていただければと思うんですけども、とにかくここがですね大注目になっているわけですよ。で直近のところを見ると、短期の移動平均線でですねレジスタンスされている。で一方でですね安値はこう切り上げているということで、まあ、三角持ち合いのような形になっているんですね。したがって大きな結論がですね近々出るんじゃないかなということで、ここをですね上にこう抜けるような展開があれば、そこからの上昇というのはかなり期待できると思っています。詳細は昨日の動画ですね、ご確認ください。一方でこれを割られたらかなりねまずくなってきます。また 23.1 セントのこの水平線がですね意識されて、ダブルボトムっていう感じになるかもしれませんけれども、まあ、明確にですねここの上昇トレンドライン、コロナショック以降つけているこの上昇トレンドラインを明確に下抜けたということになれば、市場の、心理的にはですねかなり厳しくなってくるという状況になってくると思いますので、まあ、僕は
はまだまだね、これ強いので、今の直近の勢いですね、強いので、この三角持ち合いも上に抜けて、サポートしてからですね、上に、上げていくような展開になるんじゃないかなっていうふうに見ておりますけれども、ただ一方でこの上昇トレンドが終わった時のですね、市場心理の下がり方は気をつけないといけないですね。で、やっぱり中期的に見ると大事になってくるのは 23.1セント、ここを割られたらもうね、現物も逃げた方がいいです。ただ 23.1セントを守るのであれば、まだね、この上昇トレンドラインを割り込まれたとはいえですね、どこかで上に上がってくる期待はね、まだまだ持てると思いますので、一つのね、もう大きな起点として 23.1 セントを割られるかどうか、ここはですね、しっかり意識した方がいいかなと思っています。はい、昨日の動画も合わせてですね、ご確認いただければ幸いかなというふうに思っております。はい、ということで今日の動画ですね、3通貨見ていきました。また明日からですね、1週間長い長いね、お仕事が始まります。ちょっと僕のね、残業がね、まあ来週どうなるかわからないんですけれども、なるべくですね、早く帰って、毎日緊迫した局面ですのでね、しっかり動画をお届けできるように頑張っていきたいと思いますので、皆さんもね、会社員の方、主婦の方、それぞれ置かれた立場で頑張っていきましょうということで、今日の動画ここまでにさせていただければというふうに思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。